日本島、ニホア島とは、太平洋のハワイ諸島に属する北西ハワイ諸島の島。バードアイランドとも呼ばれ、ハワイ語での名は、モクマヌ。面積1平方キロメートルの小さな無人の火山島で、最高地点が273メートルのミラーズピークで、260メートルのタナガーピークもある。約300メートル近くの断崖絶壁に取り囲まれており、ごつごつとした崖と、 急な谷が多い。海鳥のコロニーとなっている。島は無人島だが、紀元5000年から1700年の間に100人以上の古代ハワイ人が島で暮らしていたと言われ、居住地や農地、宗教的な場所、埋葬洞窟など、約80以上の跡地が現在でも残っており、島でいくつか見られる。島は1788年にジェームズ・コルネットが、 西洋人として初めてこの島を発見したが、コルネットはその後スペインに捕らえられ牢獄で気が触れたため、広くはウィリアム・ダグラスが1年後に発見したとされている。1822年にハワイ王国のカーフマヌ女王が島を訪問し、ハワイの一部として島を併合。1857年にはカメハメハ4世が訪問し、ハワイ王朝の一部として宣言した。 1885年に、リリュウオカラ女王が200人の取り巻きを連れて、島を訪問している。1909年に、他の北西派愛諸島の島々と共に、アメリカ合衆国内務省の合衆国魚類、野生生物局が管轄する、国立自然保護区に指定された。ありがとうございます。